ってほんとちょっとでいいんだよね。どんぐらいちょっと。ちょろ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 ぐらい。ちょろ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 でいい。多分大丈夫だと思う、全然。よいしょ。うん、全部入れた。入れた。よし。うん。外のですね、折りたたみ式スモーカーお手軽工房っていうのを購入しました、うん、はい。でちょっとあの燻製にですね挑戦してみようと思いまして、うん、でうちが挑戦するのは熱燻ってやつですね、うんうん、でその他にも、まあ、温燻とかあと冷燻だったかな、うん、何通りかあの燻製のやり方あるみたいなんですけど、うん、結構奥が深いみたいで、うんうん、そうね、うん、まあ、割とビギナー向けっていうか初心者向けセットみたいなのを、うん、あの購入しまして、はい、IH なんかでも挑戦できるのがあったんですよ。そうそう、あの7000円8000円ぐらいやったかな、うん、鍋型のやつかな。そうそうそう、温度計付きであの IH でも使えて、うん、確かに火も使えたのかな、うん、そうそうそう、であんま良かったんですけど、うん、まあ、結構やっぱり最初にしたら高いよねっていうことで、うん、で燻製自体ハマるかどうか、まあ、気に入るかどうかっていうのもわからないので、うん、ちょっとこの割とお手頃な3000円ほどでしたよね。うん、だった。でチップがこちら、外のスモークチップ桜ですね、うん、はい、香りが強くどんな食材にも OK っていうもので、下に熱源をあの置いて、うん、それで煙を出して、うん、まあ、燻製をするっていうもので、はい、これに合わせてですねこの温度計っていうのも購入しました。800円ほどだったと思うんですけど、熱燻の最適温度っていうことでこの赤のところ、うん、まあ、80度から120度の間がいいですよということで、温度計は最低限あった方がいいみたい、その温度管理をする上で、うん、っていうのは結構大事みたいで、うんうん、で90度ぐらいがいいって結構あのおっしゃってる方とか多くて、うん、まあ、それで試しにやってみようかなと思います、はい、あのこの温度を適切な温度に保たないといけないので、うん、焚き火とかだと結構難易度高いんですよね、うんうんうん、あの火の加減っていうのがさ、うん、でバーナーの方がまあ調整しやすいかなということで、うん、ガスコンロで調整しようかなと思います、うん、はい。でも組み立ててはあるんだけどね。そう、まあ、簡単な組み立ては必要なんですけど、うん、まあ、こんな感じですね。はい。まあ、至って簡単な作りです。うん、で、フックもあの3つほど付属してまして、うん、まあ、肉だったりベーコンなんかをこういうふうに吊り下げたりもできます。はい。じゃあやってみよう。あと、あ、ちなみに、あの匂いがすごいみたいで、うんうんうん、で、あのブログで書かれてる方がいらっしゃったんですけど、こいつ自体もすっごい匂うみたい。うん、終わった後ね。うん、だからあの専用のケース、匂いが漏れないようなものがないと、うん、部屋に置いとくのは結構きついですっていうのがありました、うん、まあ正直ちょっとうちらもビビってるんですけどどの程度臭いのか。そうそう、だからまあ家に置かなくてもそのキャンプ場とか持ち運ぶときに車の中も臭いってことになるわけでしょう、うん、そうそうそう、それがね、うん、どうしようかなっていう、まあ、ビニールに何重かに入れれば大丈夫だと思うんですけどね、うん、まあ、ちょっとじゃあ試しにやってみましょう。はい、じゃあ食材を持ってきます、はい。なんかこのチップは、うん、あの多めの方が失敗しにくいみたい。でこれ一つかみ、うん、一つかみこう置いた方が成功しやすいみたい。では火をつけます。はい、これは風防がいるんじゃないか。持ってこうか。うん、煙が出てきた。あ、いい匂いがする。ちょっと余熱、
温度上昇中。すぐ上がるね。本当だ。今もう80度。ちょっと温度高すぎる。もう120度に到達するよ。うん、温度高すぎる。今日の食材はこういうのを選んで持ってきてみました。この手羽先はもうあらかじめ楽園の塩コショウで味付けしておいて、でこの豚は塩麹で漬けてみました。ある程度は水分は抜いたつもりなんですけど、完璧じゃないからうまくいくかは分かりません。水分が残るとちょっと酸っぱくなったりするみたい。いやでもじゃあ酸っぱいわ。完全な、完全にだって水分取ってないもん。こっち落として。はい、めちゃめちゃすごい、温度管理難しい。すごい出てきだした。じゃあとりあえず入れていきます。なんかマジでよう分からん。ビヨーンって垂れてたよね。垂れてた。動画で見た人はね、うん、ここに温度計が来るからね。これちょっと重ねていいかな。よし。そしてミクさんは、ちょっと見せて。これでいいんじゃないのかな。ああ、なるほどね、うん、はいはいはい。でもチップにつくかな。つく。両方でこうした方がいいかな。ああ、そうね、うん、なくもないけれどもいいのさ。ちゅうか火止めないと熱くな。いや大丈夫。すげえ。うわすげえ、ええ感じ。ワイルド。ほら、よくない。すごい。なんか野生味あふれる光景だな。でこの使えるところを一旦残しつつ、ほら、あの温度が高いからさ、多分燃え尽きたのが早かったんだよね。ほとんどダメになった。本当によ。本当に火の加減っていうのが難しいよ。だから本当に弱火からした方がいいんだよ。どこもね、いや、うん、最初ね、でも強火って書いてあったんだよね。めっちゃ炎上してたけどね。うん。で、その煙が出てきたらすぐ抑えるっていう火力。ああ、じゃあそこが遅かったんだ。いや、遅かったんじゃないんだけど、うん、あの、抑えたんだけど、抑え方が足りんかったんだよね。現在の温度が100度ですね。うわあ、すごい。めっちゃすげえ。なんだこれ。美味しそう。美味しそうなんだけど。もうちょっとなんか熱が足りないね。全然生だね。生だね。やっぱり一回焼かないとダメなのかな。でも肉は美味しそうだね。うん、でも手羽は全然まだ中が赤みが残ってる。だね。これはチップを変えるわ。うん、こっち思いっきりくる。匂いする。思っていい。木の匂いだね。なんかこう、根っこの匂いがする。あ、ほんとだ。うん、根っこ、うん、あ、空気が抜いてるんです。多いかな。多いかな。何？うわ、どうだろうね。今で40分ぐらい。お、そんなに？うん。なんだかんだで。一回見てみて。おお、あ、めっちゃうまそうじゃん。いい感じの色になってる。手羽もさ、ひっくり返してないけど。うん。手羽ひっくり返してもうちょっとする？あ、見てください、すっごい美味しそうに肉もね、燻製になってます、うん、燻製色か、
美味しそうな燻製になってるかわからないけど、まだ取り出しました。すごく色はいい感じについてて、火も通ってますね。通ってる気がします。この手羽なんかも、あ、すっごい硬い、見て、おお、すげえ、カッチカチじゃんこの状態で、ほら、アートだよ、本当だ。あ、でも全然火通ってるね。うん、これはね、あ、これは全然通ってる。あ、そうね、燻製って感じだけど硬いのかな。あ、ちょっと硬い、まあ、燻製っていうのがこういうもんなんだろうね。うん、多分中はね、半熟にはなってないと思うんだ、うん、あ、ちょうど、ね、いいぐらいかも。では早速いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。どれ食べたい？俺この肉かな、ステーキ。私チーズから食べていい？うん、いいよ。うん、いい。うん、香りついてる。ついてるついてる、スモークだ。あ、どう？美味しい。そうだ、うん、うん、結構柔らかいですかも。めちゃくちゃ美味しいじゃん。この肉めっちゃ美味しいめちゃくちゃ美味しいなんだこれ。うん、パリ、火通ってる。スモークだ。あ、スモーク、ウインナースモーク。超パリッパリ。あ、美味しいわ。じゃあそれでは、はい、乾杯。乾杯。わあ、美味しい。美味しい。手羽先、うん、手羽先めっちゃ中パリッてするんだけど。手羽先美味しいよ。でもちょっと塩コショウ効かせればよかったかも。うん、めっちゃビールに合う。全部おつまみちょうどいいんだな。めっちゃいいやっぱアルミホイルなかった方が良さげ。うん、良さげ。ほんと、なんだこれ、パリッでしょCM の音本当によ。はい、初めての燻製どうでした？良かったです。美味しかったです。めっちゃ美味しかったね、うん、最初失敗したかと思ったんですけど、うん、あの結果的に、まあ、成功かな。第1位は？第1位ベーコンか、このステーキ。うん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 、だよね、うん。でウインナーのあのパリッと感は、うん、すごかった。本当にCM でした。 CM だ手羽なんかも、うん、途中でひっくり返した方が良かったみたいなんですけど、それを忘れてて、うん、で下にアルミホイルも敷いてたんですよね、うんうん、でそれで火加減が、まあ、火が通ってるかどうかちょっと心配だったんですけど、うん、まあ、どうにかこうにか通ってたね。全然通ってました。まあ、ゆく言えばもうちょっと通ってた方がいいかなっていうぐらい、うん、まあ、アルミホイルなければ全然いけたと思います。はい、で、まあ、今回のその、この燻製の課題としては、うん、まあ、アルミホイルを敷いたのがまず失敗だったかなって、うんうん、で1回目チップを入れて火をつけて、まあ、温度が上がらんかったからちょっと強めにしたんですよね、うん、で結果的に炎が出てしまったんだけど、うん、多分アルミホイルを敷いてたもんだから、うん、そこで温度計と実際の火加減との差ができてしまって、うん、火を強くしすぎて炎が上がってしまったと思うんで、まあ、次はアルミホイルを敷かずに火の調整をして、うん、まあ、全体的にその煙がいくようにね。一気にだって温度が上昇したもんね、うんうん、バーってさ、そうそうそう、上がったよ。アルミホイルどかしたら結構ね、ちっちゃい火でも温度が上がってたんで、うん、まあ、そこら辺を最初から分かってると、うん、もうちょっと味が変わったのかなって思ったりします、うんうんうん、はい。
でももう最初にしては上出来だよ、うん、そうそう。で結果的に今回はチップを、うん、あの一握りを2回したんで、うん、多分多いと思うんだよ、うんうん、多分ね、うん、時間的にも40分から45分ぐらい、うん、そんぐらいですね、うん、まあ皆さんの見てると15分から20分ぐらいでできるとも書いてたんで、まあ書いてあったりあの動画でされてたので、まあもうちょっと短くできるのかなと思うんですけど、まあこれはこれであの40分の仕上がりとしてはいいのかなって思ったりしました。とっても美味しいでした。ビールのおつまみには最高かも。じゃあ次はもう今度はキャンプ場で、キャンプ場でやってみよう。絶対美味しいよ。はい、ということでですね、はい、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all, by winter or spring or fall. We felt so alive and girl we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one